本当に違うんだ。人外だったら仲良くできると思ったのにな。あいつ殺してよ。どれ？うわ！あちょっとこっち来て、こっち来て。はっちゃんが怪しいです。なるほど。くのいち。はい。くのいち。はい。なんてだよ。おお。クロップ。あ。明らかになんか引いてる。おいおいおい、初手で貨物湧くやつ大体人外だろ。やめてやめて。あー、めちゃめちゃ投げてる。めっちゃ投げられてる。めっちゃ投げられてる。当てないよーだ。当ててないよー。いや、当たってる。いや、もうお前は。お。お前人外だろ。やめて、人外じゃない。今ちょっと悩んでて。嘘だろ。なんでビリヤード台のとこで止まるんだよ一人で。おかしいだろお前。人外だろ。違うの。本当に違います。やめてお兄貴ね。なんだ、人外だったら仲良くできると思ったのにな。え、本当に証明してじゃあ。え、いや一番おもろいんだよ。じゃああいつ殺してよ。あいつ殺してよ。え、あいつ殺してよ。人外なんでしょ。あっちゃん殺してよ。本当に行くよ。じゃあおにき行く。やっちゃう、やっちゃう。え、行くよ。誰行くよ。あーい。よし、あ、もう一人は京子です。いや、これでけ、これでけ、これはでけ。痛い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 。待って待って、お腹痛い。え、うわ、死んでんね。めちゃめちゃ死んでる。そうだろう。なんで、あ、え、え、え、あれ、伊豆さん、なんで、伊豆さん、伊豆さん、なんで喋れなかったんだ。何があったの伊豆さん。だからね、現行犯見たのかな。一言も発してないよね、伊豆さん。うん、あのなんかまでしか聞こえなかった。瀬戸チャゲアーカイブに死体があるよ。あ、どこ？瀬戸チャゲアーカイブに死体です。カメラ見てた。何を見たんだ一体。え、水アトランどれぐらいその死体見てたの？いや、もう最後ギリちょっと見たら、うん、アーカイブに2人死体あった。ハテナがどこで死んでるかだよな。いや、ハテナ序盤いたよ。左側もうわからん。うん、アーカイブにいた。でもね、うん、これね、左側僕結構いたけど誰とも会わなかったから右にめっちゃ人固まってると思うよ。え、左いた。左いたいた。キッチンは行ってない。武器庫エンジンメイン宿舎前とかずっといたけど俺は会ってないんだよね。あ、じゃあキッチンにいたと思うよ。あ、キッチンいたの誰。いや、でもそれも最初の話かな。後半ね、中盤以降ね、うん、僕が言ってるのは。めっちゃ白い人いないんですか今のところ。エレン直した人誰ですか。僕です。おお、すごい。あぶり出そうとしてたんだ。いやいや、自分で出してんのよ、それだとしたら。ああ、そういうことね。あの、嘘つくやつが出ないかってことね。そう、はいはい。でもさ、伊豆さんがさ、発見したのは多分アーカイブとかでしょ、きっと。わからん。カメラに映ってなかった伊豆さんは。ミサトラン最後まで見てた？うん、最後ちょこっとだけ見た。ああ、合ってるわ。いや。ん、ちょこっと見て見なくなったってこと。通報までは見てたの。ちょこっと見ただけ。え、夏美は何、ミサトランのこと攻めてるの。いや違う、だってミサトランがさ、瀬戸茶毛のところに伊豆さんが来てるの見てるんだったら伊豆さんは瀬戸茶毛だし、違うんだったらハテナさんの通報じゃん。多分ハテナさんの方じゃん。レポートの時まで見てたのかどうかじゃない。ミサトランがカメラを見てないです。見てないんかい。ナシオハテナ見てた。見た。え、ミサトラン嘘ついてない。え、俺最後カメラついてるの見たけど。カメラ見てたよ。だから、え、
え、まあ、でも最後までつけてるでしょ。最後までつけてる、ちょっとだけ。どっちだよおい。ミザトランクソ怪しいじゃねえかな。そう、怪しい。怪しくねえか。なんか役持ってる。怪しいっすよね。ちょっとこっち来て、こっち来て。はいはいはい。怖いな、怖いな。あれ今のってさ、伊豆さんの発見って、はい、ハテナさんだった。いや、僕ちゃんと見てなかったんですよね。3試合出る前の発見ですよね。ハテナさんだったような気がするんだけど、多分だけど、手で鳴り始めの時に、あのエレキにハッちゃんとハテナさん置いてきたんだよね。僕、展望でここで手で直してたんだけど、ハッちゃんが怪しいです。なるほど。竹雄さんを信じるか、これは。竹雄さん。はい。僕、役持ちです。役持ちってことだけ伝えておきます。OK。じゃちょっと。どこですか。はい、これメインホールのゴミ箱。うん、部屋うん、うん、弁当のある部屋。ちょっとミサトランの話聞きたいけど、うん、40秒前くらいに、うん、ユイさんとポンゼールをメインに置いてきました。うん、うん、今どこにいんの。今コミュサポの中。コミュサポの中、コミュの中。嘘ついてるね。え、嘘ついてないよ。え、本当だよ。あなた今メインにいるよね。いないよ。いるよ。見えてんの。いないよ。え、なんで。もう見間違いかな。いや、なんか誰かいたような気がして、ちょっとミサトランカマかけてみたけど、反応的に違うそうだ。多分京子さんは違うよ。ラウンジらへんに。うん、俺置いてぴょんたけおも無理。無理。でもね、そしたらはっちゃんも無理だよね、ゆいさん。まあセルフじゃない限りって感じかな。行くのが、うん、そうだね、無理無理。うん、結構前の方でラウンジで三人で合流してるから。うん、セルフじゃないかけりゃ無理だ。ラウンジさん。わかんな。え。ユイさんとポンゼロやってないんですか。私最初になんちゃんとポンズさんとメインで湧いて、結構早くアーカイブのシャワーアーカイブの方に行っちゃったから、ポンズさんね、そっち方向にいなかったんだよね。なるほど。エンジンの方にも来てない。ミサトランはパッと見黒い。パッと見は黒い。パッと見はだいぶ黒い。結構黒い。やばいよ。え、でもさ、あれじゃん、死体の情報言う必要なくない。さっきミサトラン役職あったら言ってほしいけど、うん、撃たれるないよ。いや、あーお、え、いや、間に合わなかった、ごめん。なんだ、え、なに、あー、え、え、な、なんか、なんで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 、誰が撃たれた。あ、え、誰が撃たれたかわかんない。ごめん、俺はっちゃんが怪しいって聞いてて、はっちゃん選んじゃった。あっちゃんは別じゃない。ゆいさんね。でも京子さんの方が白い。何が起きてんだよ、これ。誰が死んだんだ。誰が死んだんだ。ミサトランの声が聞こえてるから、ミサトランは死んでる。ランちゃんの声聞こえないしな。苦しんでる。いやー、ごめん、ミサトラン天秤で救えると思ったけど間に合わなかった、ごめん。ほらボタンだよ。これどうなったのかちょっと確認したいんだけど、どうなったんですか。確かに確かに。あ、ランちゃんが殺されてるな。じゃあホッちゃんしかないんじゃない、さっきのギルは。あ、でも今、まあミサトランが自爆してたとしたら、
ミサトランで落ちてるし、ミサトランがクルーだとしたら八山がさっきのポンズキルの容疑者だよね。でもできたと思う？ゆいさん。いやちょっと厳しいとは思う、厳しいと思うよね。うん、どっちが？さっきのキル、ハッちゃんが。なるほど。じゃあミサトランがイビゲーで自爆してるのは全然あると思うよ。うん、それも全然あると思う。ちなみに竹雄さんも役してるってことを夏目さん分かってて今やったの？あ、え、なんて、なんて今もうごめん、なんか聞き逃した。ハッちゃんと私にしてたのは、あ、京子さんがはっちゃんをかばったから京子はっちゃんの二人害はゼロではないのと、まあ、ミサトランが役をあるかないか言ったからとりあえず京子はっちゃんで書きたくて、でその一個前、はいはい、前回のキルの前に竹雄さんがはっちゃんを怪しいって言ってたのよ。だからはっちゃんの相方は誰もよかったんだけど、 PP にならないように、まあワンチャンあるとしたら京子さんの二人害ぐらいしか追えなかったから京子さんを対象にしただけだね。でも分かんない、でもミサトランがイビゲだったら武雄さんが人外とかもあるかもしれないし、でもあんま、うん、でもイビゲも落ちてるってことだもんね。いやイビゲはもう落ちてるって決め打つっていうか、まあ、信じるしかないよね、ハッちゃんかミサトランで。でも全然殺されてないし今。いや分かんない分かんない、最後にいきなり打ってくるかもしれない。そうね、生きてたらもう1キル決めて会議でうちで勝ちじゃない。そうそうそう、あー取っとくパターンか。いやこれでもいいかもしれないけど、わかんねえ、怪しい人が誰かわかんない。私京子さんは白いと思うよ。そう、ちなみにこっち3人で白取ってました。竹雄さんなことあるかな。竹雄さんなんじゃないか。停電直してなんじゃないか。まあでも僕からで弁明できる要素ないね、特に。まあはっちゃんが人外だと思ってるぐらいしか。いや、竹雄さんあんま釣りたくないな。展望であんだけずっと一緒にいてキルしないっていう信頼が今んとこあるんだよな。できたね。いや、イビゲ落ちてると思って一回1キルだけ待ちたい。うーん、2キルされないように気をつけなきゃだけど、区内だから多分区内がな、区内はちょっとな。鉄球武器庫ん？一瞬武器庫石油うわっ、まあまあ、うわわわわわ、今京子さんコックピットいるからね。怖いよ。え？びっくりした、びっくりした。え？ちょっとここここか、竹雄さん怖いよ、怖い怖い怖い。ええ、まあいいけどさ。出て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 。ああ、全員来る、全員来る、全員来る。ああ、よかったよかったよかった。ちょちょ、京子さんが今コックピット。うん。でも僕を、京子さんさ、僕を見て怖いって言ってきたんだよね、天秤なのに。めちゃくちゃ怪しくない？アーカイブいた？夏ぴょん。あ、いましたいました。あ、なるほどね。あ、竹雄さんがコックピットいたの。そう。今竹雄さん、私これ。あれ？三人になってるか。ねえねえ、今日こ。遊び見るか。怖すぎてタスク進まん。いや、これどうすんだ。一体どうすんだこれ。何がいいんだ。
あれミュートは解除してます。京子さんだった、京子さんだった、ゆいさんだった、ごめん分かんなかった。そっか違うんだ、信じてくれた京さん。あのちょっと詳細を教えてください。ミーティング、そうミーティング、ミーティング、ミーティングで今4人で登ってって、私がボタン前に直行すればいいのに、あのレバータスクをやるという、あのうつつを抜かしていたら、その間に京子さんが夏ぴょんを殺しました。ほうほう、それでそれで、で私がその普通にレポート多分した方が良かったんだけど、動揺しすぎてボタンを押した。え、京子さんはゆいさんがやってるっしょ。あ、そうです、もちろん。みんなで、登ってって、で私、まあ、どっちかがくのいちの可能性もあるなと思ったから、まあ、ちょっと離れてたんですけど、ゆいさんがいきなり立ち止まってそのタスクやり始めて、で、ミーティングのボタンの方にいる夏ぴょんさんを殺して、で今ボタンを押してるっていう状態です。いや、これ京子さん無事ありますよね。だって私のタスクの位置とね、そのボタンを押そうとしてるっていう夏ぴょんさんの位置が違うから、ちょっと話に矛盾があるんじゃないか。じゃあちょっとお互い入れてもらっていいですか。え、なに、竹雄さんもしかして、いや、ちょっと分かんないから、ちょもうちょい聞いて。竹雄さんもしかしてじゃかる、なんか、え、どういうこと。だから、大丈夫かこれ。ガチャポンっていう、レバータスクやった、レバータスク、あれはゆいさんがやってるのを 見えて、で止まって私はクナイを撃ってると思ったから、で夏ぴょんさんは先行してあのボタンの方に行ってたんですよね。そこに絶対撃ってるんですよ。で私は立ち止まってるのをあのはしご上下から登ってきたのを見ています。で気づいたら夏ぴょんさんが死んでいたんですけど、それには気づかないでそのままゆいさんがボタンの方に行ってボタンを押したって感じです。うん、なるほど、だいぶ変じゃないか、なんか全然全然、だからだって言ってる方は分かるし、ボタンの場所も分かるじゃないですか。そもそもインポスターだったらタスクがないからレバータスクをやってるフリーってこと。そうだよ、こっちだ。へへ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 。ちょっとなんかおかしいな。強い。なんかおかしい。歯茎白子出てたな、おにき気持ちよさそうなやつ。ちょっと。入れさせるっていうね。とりあえず先に入れさせて。もうどうぞ。さあ、まあ、じっくりね、じっくりやってましたね。どっちでもいいじゃないか。いいよ。マジで、ま、出てくるこれ。マジで話聞いてなかった。とりあえず方法を作る。ひどい。あんなに真剣に話したのに。いや、一番最初に俺とおにきが繋がってたんよ。そうそう。そうなんだ。2人でアーカイブで芝いてて、相方京子さんって教えちゃってて。でその後に伊豆さんになんか現行犯されたのかな、はっちゃんが多分。でそれで伊豆さんが即消えたから、あ、はっちゃんイビゲじゃんと思って夏ぴょんに告発したって。最悪マジで。そうだったマジで最悪。絶対放題や。最悪や。白かったからな。くそー。